ミスターディープ、ついにグラちゃんのケージへ。第2代ディープミドル級王者、桜井隆太。23歳の時にプロレスの神様カールゴッチの下でプロレスを学んだ茨城の武骨な男。マレンコ道場ですね、練習生というか、プロレスの試合とか、勉強できるっていうので、そこが最初です。その後シュート、プライド、ディープと数多の激闘を繰り広げてきた。格闘技が好きだから試合をやるっていうではないんで、やっぱりこう何のためにやってるかって言ったら、ベルト持ってる人とかチャンピオンとか、やっぱりその人とやらないと、意味がないというか、自分の中でちょっと新しいなんか道がちょっと開けたところもあったかなっていうのもある。グラちゃん参戦に開ける道は格闘技人生最終章か。対するはグラちゃんの暴れ馬、間宮明人。強靭なフィジカルと打ち合いを得意とし、アマシュート準優勝の実績を持つ。2017年には現グラちゃん王者のルク・クダリと激闘を展開した。武骨っていうのかな、決して器用ではないんですけど、真面目というか、生き方が戦い方に現れてるファイターなので、リングの上でものすごく輝く選手だなと私は思っています。ディープ、伝説の男の進化が問われる一戦。すぐ試合だと思うんで、美味しい相手にならないように、本当 KO 一本で勝てるのが一番いい。あと自分もやってるっていうのをちょっと見せたいですよね。まだまだ、頑張ってるってことです。グラちゃん史上最高の潰し合いが始まる。第9試合セミファイナル、ブレイブファイト、グラちゃんライト級、5分2ラウンド。桜井隆太 VS 間宮明人。
タイムソープ。はい、正解します。
ーション、バランスね、バランス。アームでもいい、アームいけるよ、アーム、アーム、アームでもいいよ。カション、ブリッジ来るからね、ブリッジ来るからね。そう、足抜く、足抜く、左足ブレイク、ブレイク、まともに、そこ、投げていいよ、そこ投げていいよ、左手で投げていいよ、左手で、左手で、足絡まってるから、立って、そうそうそう、それいける、それいけるよ、左手、左手差し取り、右手差し取り、それ、アーム来るから、そうそう、つぶせつぶせ、そう、プレッシャーかけて、右手投げる、右手投げる、腰つかないよ、腰切る、腰切る、背中もっと上手くせえかない、腰切る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 、足抜こう、足抜こう、足抜こう、そうそうそう、そのまま、そのまま、抜け、抜け、抜け、あと1分、残り1分、残り1分、打てる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 、まとめろ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 、そう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 、いける、いける、潰して、潰して、足入れ、そうそうそう、脇の下から、脇の下から、脇の下から、まだまだ立つ、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 立つよ、立つよ、立つよ、タックル、タックル、テイク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 、まだまだ、残り30秒、残り30秒、首に投げる、投げる、頭上げて、もう上体上げて、頑張ろう、強いな、強いな、そうそう、それまとめられる、まとめられる、いけるよ、それ、リュウさん、いける、いける、ケアできるよ、ケアできるよ、頭上げて、頭上げて、強いな、強いな、相手立てないんだ、相手立てないんだから、ユウさん、強いの投げれ、強いの投げれ、アウト、ファイナルラウンド終了です。判定の結果をお知らせいたします。3対0で赤桜井亮太選手の勝利です。ゆうたです。ゆうた、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 桜井選手。